の救出を祝って乾杯！乾杯！乾杯と言いたいところだが、なぜ焼き魚パーティーなんだ？なんでって、そりゃ手頃な食材がこれしかなかったからだろ。いや、釣りだめといてよかったぜ。ウズメが言いたいことはわかる。そしてここで一番手頃な食材が魚だということもわかる。しかしこれではともぐいではないか。それも川魚など。ああそうか、あ、悪い悪い。ウズメもこうして謝ってることだし、許してあげなよ。後で私がオキアミあげるからさ。オキアミか、それならいただこうか。ごめんなさい、ウミオさん、せっかくのお祝いなのに凝ったものが用意できなくて。簡単なお菓子とかなら作れるんですけど、ご飯となると作ったことがなくて。ギアッチが気にすることではないさ。その気持ちだけで俺は十分だよ。ところでお二人はいつも何を食べているんですか？やっぱり缶詰とか携帯食料ですか？そういう日もあるけど、普段はウズメがありものの素材で作ってくれるのさ。といっても取れた素材に火を通しただけの簡単なものだけどね。おー、まさにサバイバル生活ってやつだね。じゃあイナゴとかヘビとかカエルも食べたりするの？すげえ、ねぷち、それはさすがにないって。カエルとかキモすぎ。ウズメ口調。さすがにそんなゲテモノは俺でも無理だな。でもそういうゲテモノを豪快に食べるのってかっこいいと思うな。かっこいい？ネプチ、今かっこいいって言ったか？あれ、かっこいいに目を輝かせる娘さん、ちょっとかわいいかも。うん、いったいった。そうか、食えるようになるとかっこいいのか。なら今度挑戦してみるか。変なこと言ってウズメさんを乗らせちゃダメだってば。ごめんごめん、つい。そうだウズメ、ヒヨコムシたちから今回のお礼だとこんなものをもらったのだが、どうだい？え、シイタケじゃねえか。串に通して炙って食べると美味しく、そしてそれを豪快に食べる姿はかっこいいと思うよ。ダメだダメだ、椎茸ばっかりはなんて言われようが絶対ダメだ。まったく、相変わらず君の椎茸嫌いには困ったものだ。ウズメさんって椎茸がダメなんですか？あの食感と舌触りだけはどうしてもダメでな。煮ても焼いても美味しく、そして干せば出汁も取れる便利な食材だというのに。どうしても、しいたけだけは絶対ダメだ。さて、お腹も膨れてきたところで、そろそろ二人にこの町、いや、この国の状況を説明しようではないか。助けてくれた例もある。君たちが望む情報を教えるため、君たちがなぜこの町にいるのかを教えてくれないか。困ってるんだ。なるほど、だいたい君たちの境遇は理解した。別の大陸から来た、実は地下に国があってそこから出てきた、もしくは全て彼女たちの妄想か。いくつか仮説は立てられるが、おそらく一番可能性として高いのが別の次元から来ただと俺は思う。また別の次元に来ちゃったのかもしれないのか。またということは、ネプッチはこれまでにも別の次元に行ったことがあるようだね。うん、ちょっと前に行ってきたばかりなんだ。いや、その時は元の次元に帰るために苦労したよ。時間の流れが緩やかなせいで
何年も向こうにいたからね。なら、ほぼ確定だろう。じゃあ、どうやって帰ろう。別の次元にいるんじゃ、イーサンさんとも連絡が取れないし。落ち込む必要なんかないよ、ネプギア。ここがどこか分かっただけでもいいじゃん。場所が分かったなら、あとはそれに合った方法を探せばいいだけだよ。けど、どうやって探そう。ウミオさん、本当にモンスター以外の人は誰もいないんですか。遠くに避難しているとか。そういえば、他の国の女神様はいないんですか。すまないが、俺が知る限り女神はウズメだけだ。けど、前は人がいたんですよね。ネットにはその痕跡がありましたよ。ああ、確かに昔はいたんだ。でなければ、俺が君たちを人間だとは思わないさ。だが、俺が生まれた時には、すでに世界はこんなありさまでね。だから君たちを見た時はとても驚いたんだよ。じゃあ、どうして世界がこんな風になったのか、誰も知らないんですか。ウズメはデカ物が原因だと言っているが、それ以外にも原因があると俺は思っている。それならこれを見てください。壊れてますけど、ネットで見つけたんです。これは日誌のようだね。ところどころ文字がバグっているが、実に興味深い。ウミオさん、私この世界のこと調べようと思うんです。なら微力ながら俺も力を貸そう。もしかしたらこの世界を救う新しい発見があるかもしれない。ありがとうございます。ところで、先ほどからウズメが静かなようだ。どうやら眠っているようだ。疲れている上にお腹も膨れれば眠くもなるか。二人とも疲れているのに付き合わせてしまってすまないね。いえ、気にしないでください。そういえば、ウミオにウズメのことで聞きたいことがあるんだけどさ。ウズメってたまに性格とか口調が変わるよね。それってなんで。あの子は無理をしている。無理。元は女神カゴのような明るい性格の女の子だ。性格は軽くても根は真面目な子だったからね。それではこの滅びに向かう世界で暮らす俺たちの心の拠り所になれないと思ったのだろう。このサバイバル生活や戦闘の中で性格も口調も徐々に変わっていったんだ。娘さんにそんな過去が。だからかっこいいのにこだわってたんだね。彼女の中ではかっこいいイコール頼りがいがあると思っているところがあるからね。でも人の性格っていうのは簡単に変えることができないからね。もともと夢見がちで妄想癖のある子だったせいか、そういう時によく素に戻るんだ。確かにそういう時に限って性格特徴が変わってましたね。さて、今日はもう遅い。これからのことは明日起きてから話そう。君たちも疲れているだろうから、今日は休みたい。そうですね。戦ったせいか疲れちゃったかも。それではおやすみなさい、ウミオさん。おやすみ。また明日ね。あ、おやすみ。いい夢を見るんだよ。
みたいだが、どうかしたのか？いや、相変わらずネプッチは賑やかだね。あ、うずめさんに、ウミオさん。それが、ちょっと困ったことに。ネプッチとギアッチのどちらがお姉さんかわからないな。けどネプッチの影響か、俺もプリンを食べたくなってきたな。でしょでしょ、娘もプリン食べたいよね。カラメルソースがかかった冷たく冷えたカスタードプリンのほろ苦いうまさ。一日食べないだけで海洋性な私はセンチメンタリズムを感じちゃうよ。プリンか。けど抹茶プリンやチョコレートプリンもめっちゃいいよね。案外そこの百貨店が開いてたビルの食品売り場に材料とか残ってないかな。プリンの元があればさらに超ラッキーみたいな。残ってたらうずめ久しぶりにスイーツ作って。悪くねえよな。けど問題は材料だよな。確か牛乳と卵が必要なんだよな。世界がこんなありそまじゃどっちもなさそうだね。はっ、いや卵ならあるかもしれねえ。まず落ち着いてほしい。俺はどう見てもオスだ。お腹をさばいても君たちの望むものは何も出てこないぞ。ち、なんだ。今日ほど俺をオスに産んでくれた両親に感謝したことはないよ。ウミオさんも苦労してるんですね。よしネプチ、もしかしたら材料が残ってるかもしれね。探しに行こうぜ。そうだよね、少しでも可能性があるなら探すべきだよね。行ったね。行っちゃいましたね。とりあえず必要そうなのを片っ端から持ってきたぞ。え、おずめさんもですか？そこで行商人のモンスターがお店を出してたんだ。しかも取れたて&搾りたてで新鮮らしいぜ。これはいくらなんでも都合が良すぎるような。けど食べられる材料があるならこの際何でもいいじゃありませんか。じゃあ早速プリン作ろうぜ、ギアッチ。はい。じゃあ、私はそれまでウミオと遊んでよっかな。そういえば、ネプッチとは二人でゆっくり話したことがなかったね。この木に親睦を深めるのも悪くはないな。
すまないね、プッチ。どうやら仲間からの連絡のようだ。少し席を外させてもらうよ。あくまで趣味として作ったものだが、気に入ってくれたのなら茶葉を分けてあげよう。本当ですか？ありがとうございます。フミオって見た目以外は本当にイケメンなんだね。ああ、見た目も十分イケメンだと思うけど。そうだった、娘はそういうセンスだったんだ。お茶会も落ち着いたところで、少し今後の作戦会議をしたいのだが、どうだろうか。俺は構わないぜ。私も大丈夫だよ。プリンを食べてお腹もモチベーションもマックスだよ。では早速だが、先ほどシェアクリスタルがありそうな場所を見つけたとの連絡を受けたんだ。今までの戦いでだいぶ消費したからな。ストックが増える分には願ったりだ。しかもその場所にはたくさんのシェアクリスタルが眠っていると推測できるらしい。それならあの作戦もできるかもしれないな。ああ、鍵となる規格のシェアクリスタルさえ揃えばこちらの準備は整う。となればようやくこっちから打って出れるぜ。ねえ、二人が言ってるあの作戦って何のこと？私とネプギアにも分かるように教えてくれると嬉しいな。ああ、そうだったな。悪い悪い。一言で言えば、君たちも見たあのデカ物を倒すための作戦さ。ネプ！あのでっかいのを倒せるの？何度もあいつと戦ってくうちに分かったんだ。あいつはシェアの力に弱いってな。しかし奴はその巨大さゆえに一点にシェアの力をぶつけても効果はあまりない。だから大量のシェアクリスタルを使った特殊な結界を作って閉じ込めようとしているんだ。おお、なんかすごい作戦。それならでっかくても一コロだね。そういうこった。だから早速シェアクリスタルを回収しに行こうぜ。